エレファントパークに行こうと思ったんですけどやめました。シンハーパークに行きます。はい、シンハーね。時間によりますね。時間、今ね12時なんですよね。3時ぐらいにはもう戻んなきゃいけないので、6時のバスなのでね。はい。なのでそうね、シャワーも浴びたいし、温泉もし行けたら行きたいので、はい。エレファントバレーパークはちょっとキャンセルかな。はい。とりあえず、シンハーパークに行きますね。だいたいここからね10分15分ぐらいで着くと思いますね。はい。はい、これが現代の、まあ、郊外の雰囲気の、まあ、景色ですがね、はい、非常に綺麗です。はい、田んぼが広がっていて、ね、やっぱり道路の状態がミャンマーに比べれば全然天と地の方、天と地のほどの差がありますよね。もうミャンマーはね、でっこぼこ、でっこぼこだけどね、タイはやっぱり走りやすいですね。はい。今60キロで何ら問題なく、穴ぼこもないですね。80キロ出そうと思ったら全然出せます。はい。ミャンマーでね、80キロ出すって言ったら結構ね、危ないかな。そう、出せないことはないけど、穴ぼこ結構多いからね、パンクしちゃう可能性もあるから、ちょっと出せないですよね。はい。いやね、ゴミがね、本当に少ないんですよね、落ちてない。いやー、これはいいですよね。まあそれたまには落ちてるけど、全体的にね、本当に落ちてないですよね。これ日本より落ちてないかもしれませんよね。うん。パークです。はい、シンハーね。まあビールでありますよね、シンハーね。はい、あれのシンハーですよ。見えます？いや、綺麗だね。綺麗な公園ですね、ここもね。うん、昨日行ったね、ドイトゥーンの公園も綺麗だったけど、あれここ何、無料なの？無料なんですかね。あ、こうやってバイクで走れるんだ。へえ。あ、いいかもね、こういうのね。なんかゴルフ場みたい。シンハーパークに何があるって言われたら、まあ単なる公園だけどね。まあそうなんだけど、うん、まあこういうのもいいかなと思いますよね。うん、あれ、これは何、公園内なのかな。そうだね、公園内なんだね。なんかゴルフ場だね、これね。ゴルフやりたいね。ゴルフも気持ちいいからね、何気にね。うん、ストレス溜まるスポーツだけど。うん、いやー、何気にね、6800ヤードとか7000ヤードとかね、
1ヤードからだいたい 0.9 メーターですからね、6キロから7キロぐらいは歩くということですね。まあ直線距離でね歩いてるからね、そうですけど、例えばね林の中に打ち込んだりとかあっち行ったりこっち行ったりとかしたらね、結局 8キロとか9キロとか走ってるね歩いてることになりますからね。おうち、これはねあれなんだよね、多分公園内なんだよね、わかんないんだけど。入っちゃいけないよね。あれ公園から出たのかな、わからないんだけど、まあいいや。なんとかホースってやったのか、書いてあった。あれだ あの管理する人たちの家みたいですね。これは何だろう、茶畑かな、なんかそんな風に見えるけどね。多分そうですね、茶畑ですね。綺麗だね、あそこの右上の方まで行ってみましょうかね。左になんかあのお花があるけど、これは何かあるのかな。ちょっと見てみましょうか。左はスポーツレクリエーションセンター、レクリエーションセンターがあるんだ。あ、左がテントキャンプ、キャンプ場があるんですね。行ってみましょうか。左側行ってから右側行きましょうかね。すごいね、ゴルフ場みたい。あの建物は何なんだろう。あれじゃない、上からさ、あのなんかロープで伝わってずーっと向こうの方まで行くやつなんじゃないのね。えすごいね、カーパーク。こっちは行き止まりなんだ。あれいくらなんだろうね。安ければやりたいけど。ここもまだシンハーパークなんですね。わ、でかいねこれね。ちょっと行ってみようか。あれいくらなんだろうね。あれロープで触って向こうまで行くやつでしょ。どうやって戻ってくるんだろう。歩いて戻ってくるのかな。ビール、ドラフトビールですね。クラフトビールか。シンハーパーク、アダルアスレチックが500バーツ結構するね。これが300バーツだ。40キロから95キロまで300は1000円だね。いろいろあるね。
まあ、とりあえず来てみたということで、これが、あそこまで行くんだね。あそこまで行って。まあ、そうだよね。保険とかあるからね。あるだろうからね。まあ、そのぐらいの値段にはなっちゃうよね。1000円とかね。あれはなんだろう、宿泊施設なのかな。ちょっとトイレ行きたいんだよね。下にあるかな。あそこにあるだろうね。ちょっと行きますか。あれがサイクリングですかね。はい。サイクリングコースがあるのかな。ぐるーっと回るコースなんですかね。なんか釣りとかもできそうだけどね。うん、あんまり使ってる人が。まあ今日平日だからかな。うん、水曜日ね。ちょっとバイクでぐるっと一緒にしましょうかね。しかしめちゃめちゃでかい公園だねこれね。これ東京ドーム何個分あるんだろうって感じですよね。なんか普通にあのゴルフ場一つ作れちゃいそうな、そんな感じがしますよね。はい。あ、ちなみにね、言いましたっけ、このバイク、ね、1日200バーツでした。200バーツね。で3時に借りたんですよ、ね。おとといか、おとといの3時に借りたんですよね。で3時から借りると3時まで、で、今日の3時まで、になってしまいますので、なんか中途半端じゃないですか、ね。夜行バスに乗ろうと思ってたんで、ちょっと じゃあ3日分だとね、600バーツ、600バーツはなーとかって思って、でそこで交渉したわけですよ、ね。何時に閉まるのって言ったら、7時に閉まりますよって言われて、うん、じゃあ、ちょっと6時ぐらいまでには帰ってくるからさ、ちょっと負けてよって言って、じゃあ500でどうって言ったら、100バーツちょっと値引きしてよって言ったら、まあいいよって言ってね、このバイク、だいたいまあ 2.2、3日分ぐらいかな。でそれで、500バーツということですね。はい。500バーツから少し2000円か。2000円弱。ね。はい。まあガソリン代込みで、まあだいたい2000円かなという感じですかね。はい。まあ2000円出して、まあいろいろ受けたんで、ね。まあ安いかなと思いますよね。はい。これは違うね。もう新ハーパークから離れちゃったね。じゃあちょっと戻りますね。はい。とりあえずね、もう主要どころはほとんど行ってます。はい、行ってます。はい。今日はね、あと4時までですね。4時に、ゲストハウスに帰れば問題ないかなという感じですね。でもうチェックアウトして荷物もまとめて、ありますので、そうですね。4時半でも大丈夫かな。うん、4時半でも大丈夫かな。あとシャワーがどうなのか。あね、温泉行ったら、まあ、シャワー別に浴びなくても、ね、いいかなと思いますし、ね。で、6時半のバス、ですからね。でターミナル1の近くで、なんだ、このバイクを借りたのでこれを返しに行きます。ですので、まあ、ターミナル1に5時ぐらいに着けば、まあ、問題ないかなと思いますね。はい。
で、ターミナル1からね、ターミナル2まで20バーツで行けるそうです。時間にしてね、30分ぐらいかな、バスの時間はね、それぐらいかかりますね。結構走ってるみたいなんで、路線バスなのでね、はい、まあ1時間半あればまあ問題ないでしょうね。だから5時に第一ターミナル、街中ですね、チェンライですね、チェンライの街中のバスターミナル、ターミナル1ですね、はい、でそこに着けば大丈夫ということですね。でターミナル2は、あれですから、長距離バス専用ターミナルみたいなものなので、ちょっとね、郊外にありますのでね、はい、皆さん、お間違いのないようにね、来てくださいね、仙台に来た時にはね、はい。これは戻ってきたんだね、もうそうだね、これ、右に行けばさっきのキャンプ場、左に行けばあれ、レストランみたいだね、でも一応行ってみようか。ね、かったしね、でもな、単なるレストランだしかないみたいだからな、あ、まあいいや、行ってみようか。何かあるかもしれないし、ね、行ってみなければ分かりませんからね、はい、いいね、こういう景色もね。展望台があるんですね、展望台ね。あ、来てみるもんだね、すごい綺麗だわ。どっか止めるとこ、まあいいや、ここ止めちゃう、どうせついてんだから、めんどくさい。あ、あれがレストランですね。あ、でも眺めがいいかもね。いいね、これね。ここの道の先にティーファクトリーっていうのがあるの？これ行けるのかな？残念、なんか行けないらしいね。紅茶の工場があるみたいなんだけど、紅茶作ってるところね、もしね見れたらよかったなと思ったんですけど、残念ですね。はい、セキュリティの人がいて、あ、行けない、ちょっとダメダメ、もう戻って的な感じでした。はい。基本的にはそのなんだ、あ、まあ公園内を眺めて、で散策して、であとアトラクションですよね、でそこで遊んで、でもしくはご飯を食べる、以上っていう感じかな。これはなんだ、新米って書いてあるけど、新米、あ、米か。あるのかな。でもまあ多分行けないんだろうな。これは無料なんだよね、多分ね。とりあえずシンハーの写真を撮ってこようかな。シンハービールのね、あるシンハーですね、はい、あれはどういう意味があるのかわからないけど、まあ日本でいうキリンみたいなもんなんですかね、うん、いや本当ゴルフ場みたいだなこれね、うん、ゴルフもやりたいな久しぶりに、うん、もう下手になっちゃってるかな。
結構ね真面目にやってたんですよ、はい、ゴルフは、ハンデは実はシングルでした一応まあゴルフやらない人にとっては分かんないですけどね、いやね私ねパターが下手でね、いやーやっぱりねパターが下手だとねスコア良くならんですよシンハー公園のシンハーパークのね、まあ中心地、中心かな、センターですね。あそこに、じゃあ止めましょうか。あ、駐車場は無料なんだね。 e スクーターもあるんだ、いいね。もうすぐ1時ですね。ちょっと1時になったら出ようかな。温泉行きたい、ね、ランナー温泉っていうのがありまして、ここからね1時間ぐらいかかるんですよね。1時間で行けるのかな、ちょっと後で、見てみますけど、もしね時間がかかっていけないんだったら、なんだ、昨日行ったところ行きます、はい、昨日行ったところだったら30分ぐらいで行けるので、はい、行って帰ってこれるでしょうね、インフォメーションセンター。今年は何日か決まってるよ、ね、うん、これはバスのターミナルですね、バスを使うんだったらあれですね、いやあれを使うんだったら100バスかかるよっていう、そういうことですね。300円、ですね、400円ぐらいか、ね、まあ、園内を回るバスっていうところですかね、はい、でこの辺はティーショップですね、はい、スクールバスフードトラック、スクールバスフードトラックちょっと見てみようか。何かタイの学食的なものなのかなと思ったらそんなことはなくて、基本的にはなんだ、フライドポテト、ね、フライドチキン、そういったものしかないみたいですね、はい、ちょっとシンハーを撮っておきましょうかね、はい、ズームで写真を、ちょっとこうこんな感じ、撮れたかな、いや非常にあれですね、その手入れもされてて気持ちのいい公園ですね。気温は30度ちょいぐらいかな、うん、32.6 度です。まあいい加減ですけどね、はい、反対側にもなんか食堂がありますね。多分金土日、金土か土日は混むんでしょうね、ね、であとレストランも多分夕方ぐらいまでやってるんでしょう、はい、夕方夜までやってると思いますね、ですので、ね、あっちの方とかなんだっけ、ビールとか売ってたしね、うん、だから夜はやってんじゃないでしょうかね、まあ邪魔にならないようにね、あそこでやってる
ああいうのはあのアジア人ですよね。日本人とは違うかな。そして右側の人ね、全然気にせず突っ込んでいくという。ジュジュベっていうあのフルーツがあります。これ大きさはねこれぐらいかな。これこれぐらいのちっちゃいね、なんだろう、味的には青リンゴに似た感じかな。結構美味しいですよ。はい。そんなに甘くはないんだけど、ちょっと酸味がある感じかな。さあ次の目的地を検索してあれですね、移動します。もう1時だ。はい、旦那温泉ちょっと行ってこようかなと思います。距離にして27キロですね。1時間はかかんないかなという感じかな。なので45分くらいかな。なのでそうですね、今1時でしょ。2時、3時で帰ってきて4時。大丈夫だね、いけるね。はい、行ってこようと思います。他行き残したところはないよね。ここエレファントバレーアイランド、シェルターだもんね。それかこっちの温泉、昨日行ったところ、コンプラバート温泉、ここもねなかなかいいところですよ。ここも同じぐらいなんだよね。あ、でもあれだね、ゲストハウスに近くなる分、まあ帰りやすいというところかな。どっちがいいかな、ちょっと待って、写真でこっちの状況を。なんかいい感じじゃない、こっちの。これみんなで入る感じなのかな、ね、ちょっとその他の写真で見てみて。水着はね一応ね持ってきてあるんですよ。はい、ですので問題なく入れますが、個人風呂があるかのあるかどうかですよね。ちょっと明るくて見えにくいか。はい、昨日行ったところを行ってみてもいいかな。これは、わかんないね。昨日行ったところの方がいいのかもしれないな、もしかしたら。ちょっと考えますよ。はい、予定変更します。昨日行ったねポンプラバート温泉に行こうと思います。はい、昨日ね着いたのが夜だったんで、どんなところなのか、わかんないですよね。でなぜかというと近いからです。はいね、そっちの情報をね、作っといた方が、作ったりとかっていうかあった方がね、行きやすいですもんね。はい、ですので、そちらの方に行きます。はい、ここから30分ぐらいで、あとその市内を通るのでね、市内の様子もねちょっと撮影できたらいいなというふうに思います。これね、コーヒー牛乳です。はい、今日朝自分でドリップコーヒー作りました。豆とねフィルターとあとカップも持ってるので、それで作りました。はい、であと昨日ね豆乳を買って、それと混ぜて、はい、
あんまり日持ちっていうかしないんで、早めに飲みたいと思いますね。はい、でもやっぱりねうまいですよね。美味しい。うん、やっぱり自分で入れた方が美味しいね。缶コーヒーとかね、そういうのよりは全然美味しいですよ。で安いしね。はい。うん、コーヒー作るのもね結構簡単なんでね。ね、フィルターさえ持ってればフィルターとあとなんだカップさえあれば作れるんでね。はい。あと豆なんてね、400、500円ぐらいで買えるからね。でそれで何十杯も飲めるから。まああとやっぱりねコーヒー飲むとねなんかね頭の中すっきりするんですよね。うん、慣れるのも良くないのかもしれませんけど、はい。それとね、レンタルバイクで来れば別に公園内をレンタルバイクで走るの無料なんで、はい、バスっていうかなんていうの、あそこのトロリーバスを使えば100バーツになりますね。はい、だから100バーツ足して、レンタルバイク1日借りちゃった方が安上がりっていうことかな。っていうふうに思いますよ。はい、まあちょっとね情報として、はい、ね、トロリーバスは100バーツ、ね、子供はちょっとネタ忘れちゃったな。大人は100バーツです。で、レンタルバイクで来られた方は無料です。はい。まあ、そういう形ですのでね。